皆様こんにちは、カズチューブです。舞島のゲーム終わって駆けつけてきました。神戸君との、試合前の、この画像映像を上げることはできませんでした。もう彼らは仕事してますから、僕も今から仕事に入りますが、今日はねオリーブガイナーズとの試合、育成試合で、オリックスのファームチーム、今ファームは遠征に出てますんで筑後に、居残ったメンバーでの試合だったんですよね。主に育成選手のピッチャーが上がったんですが、打たれました。12対5で敗れましたね。オリーブガイナーズはね、前期全校規制取る四国アイランドリーグプラスなんですが、前期優勝チーム、よく打つチームということを聞いていたんですが、今日もよく打ちましたね。14安打12得点かな、打ち込まれましたね。まあ、その中で中川隼人投手のピッチングと、最後は宇田川投手ルーキー、楽しみにして見ていたんですが、宇田川投手もナイスピッチングでした。ちょっとこう楽しみ。あと辻垣投手もね、2イニング数を0点に抑えましたよ。それ以外はちょっと苦しかった、正直ね。で、今日は大前も、はい、出まいりまして、で今日はね、尼崎の、アズナス、これ、阪神阪急駅リテールさんが、営業する駅のコンビニなんですが、そこでね、なんとカルビのポテトチップス、プロ野球チップスが、第1弾売ってたのよ。でとにかく棚のやつを全部カゴに入れたら12個ありました。ハンダース分買ってきましたので、後ほど第1弾また開けたいと思いますね。で僕もこれから仕事に入りますが、今日は神戸君との、ね、試合前の配信ができませんでしたので、今ちょうどね、これは6階の記者席から喋、っております。こんな感じで結構高いんだよね、角度が、ね、ついて、でこの上に放送席があって、ここ放送席ね、ここで今日は浜野先輩が喋ります。野田浩二さんとのコンビでの実況、僕は明日明後日、今日勝ってほしいですね。誰かがまたツイートしてました。土日大前さんだけに今日勝っておかないとって、どういう意味やねんというね、ことを思うわけであります。こんな感じどうもいいでしょ。なんかどうも涼しくてね、いいね。前島暑そうだったもんね。というわけで、今日の試合前配信は大前一人バージョン でとにかく第1弾の、プロ野球チップス12個、阪神尼崎駅のアズナスで買い占めてまいりました、ね、でひょっとしたら阪神阪急沿線の方、アズナスっていうのをご存知の方いらっしゃいましたら、まだ第1弾売ってるかもしれません。はい、探してみてください。というわけで、この後ちょっと仕事をしてアナブースの方に降りていきたいと思います。今回も最後まで大した画像じゃないんだけども、ご視聴ありがとうございました。記者席で喋っております。こんな感じになるのね、記者席。はい、記者席からパノラマでお伝えしました。その上のガラス張りの部屋が、僕らが喋る放送席。今日浜野先輩が喋ります。勝ちの伝説はさ続いていくんでしょうか。お楽しみに。お前は明日明後日、覚悟あれ、ご覚悟あれ。ごめんね。じゃあ